皇族軍人は、明治から昭和戦前にかけて、第二本帝国陸海軍軍人となった皇族男子。1873年12月9日の大上官たちを経て、皇族未令にその義務が明文化され、第二次世界大戦終結後の1945年11月30日に制度廃止された。朝鮮王族の末裔である王皇族男子にも同様に義務が課されたため、 合わせて本記事にて解説する。明治維新以来、日本が近代化を遂げる過程において、皇室、皇族もまた大きな変革を迎えた。明治初頭に皇族男子はその本部として軍人となることが義務化された。特に東京陸軍用年学校には12名の皇族及び3名の王皇族が入学し、幼少期からエリート軍人としての教育を受けた。 朝鮮王族の末裔で韓国併合により定められた王皇族男子についても皇族同様に軍人になることが義務付けられ皇族に準じる存在として同様の礼節を持って扱われた当初皇族軍人は官軍側の総指揮官であったが次第に変容し大日本帝国陸海軍が皇軍すなわち天皇の軍隊であることを示す 社会的権威としての役割も帯びるようになり、前線に派遣されないケースも増えた。明治から昭和前期までに、戦地での殉職者2名を出し、両名とも、戦死扱いで、安国神社の祭人となった。親戚降下後では、音羽正彦公爵と、伏見広秀伯爵の2名が戦死している。また、王皇族の儀も、広島市への原子爆弾投下にあって、被爆、皇居死、 戦死扱いとなっている。他に、北白川宮茂久王は、三シール陸軍士官学校留学中に交通事故死、しており、陸軍では1名、海軍では6名が在職中に、病で抗挙している。王政復古以降、皇族を取り巻く環境は、明治期にかけて大きく変化し、その一つが、皇族男子は、軍人となることを義務付けられたことだった。 1873年12月9日の大上官たちにより皇族男子の本部として軍人になることが明示された。なお、明治天皇期の同日にも、自己皇族をして陸海軍に従事せしめたものと記されている。松下義夫によれば、皇族の尊厳性を出すために軍人化宗教者がありうる中、個人的価値を表現する要素が少なく、 すべての皇族に義務化するに適した職業が軍人であることから皇族男子の本部とされたと考えられている。また、この達しが布告される前の同年10月には、東伏見宮義明親王と伏見宮定なる親王が、西王の王族が幼少期から軍務に服するのに習い、自らの身を陸軍に置きたいと誓願していた。明治天皇は山形ありともに、 この件を始順し、これを受けた山形は、修学方法を上奏し、11月18日に、さなる親王を陸軍へ、義秋親王を海軍へそれぞれ従事させるよう命じた。当時は、軍は一般文化より優位にあると考えられており、西欧のノブレス・オブリージュに基づく、立憲君主国の慣例と、皇族の尊厳性を喪失する手段であることが、相互に作用した結果、 義務付けられたと考えられている。大日本帝国憲法下においては、天皇は、大日本帝国陸海軍の大元帥として、陸海軍を統括する立場にあった。皇族軍人の初期、1877年以前においては、形式上、皇族軍人が、官軍側の最高権威に就任している。母親戦争では、アリス側の宮たる日親王が統制大総督、任那寺宮、 義昭親王が政党大将軍それぞれ任ぜられており、四族反乱でも再び両者が総督に任ぜられている。総督の権限は絶大で、天皇から出忍る賞罰の体験をすべて委任されていた。ただし、総督は武漢であることを理由に選出されたものではなく、皇族男子が血統的権威によって体験を掌握していた。これは、 天皇の体験を武漢が掌握する体制が未だ整っていなかったことを意味する。1885年12月22日に大上官が廃され内閣制度が創始されたことに伴い、アリス川の宮たる日と新王が左大臣を辞したことで皇族が行政職を離れ宮中と府中の別が確立した。これとともに皇族男子の武漢としての位置づけも確立された。 1878年12月、参謀本部が陸軍省から独立し、軍政と軍令が分離する。さらに1886年3月18日から1888年5月12日までの約2年間、参謀本部は陸海軍の統合的軍令機関となり、その陸軍参謀本部長にはる人新郎が就任した。森松敏夫によれば、 兵武将廃止による陸軍省、海軍省の分離以降、両者の不和があり、これを陸海軍の枠や階級を超越した皇族の存在によって統合の身を得ようとする試みであった。さらに1888年5月12日の三軍完成により、三軍は次のように定められ、平時、戦時を問わず強大な権限が与えられることが謳われた。 しかし、翌1889年3月7日に、三軍艦制は1年も経たずに廃され、陸海軍の統合的機関も消滅した。この際の新たな参謀本部条例では、参謀長への皇族の就任は明記されず、皇族の陸、海の調整機能としての役割も終焉を迎えた。皇族の承認には、特権的な処置がなされ、尊厳を損なわないような配慮がなされた。 いつから明確に行われたかは不明ながら、1890年に、アリス川の見当たる人新郎が、海軍拡張とともに、皇族の特権的進級の必要性を、訴え出ている。すなわち大日本帝国陸海軍が、皇軍イコール天皇の軍隊であることを示す、社会的権威としての役割が明確されることとなった。1910年3月に、皇族において、 次のように明文化された。朝鮮王族の末裔である王皇族男子にも皇族同様に軍人となる義務が課せられ、1926年12月に交付された王皇家規範第59条で明文化され、結果3名が陸軍軍人となった。戦術の通り、この規定よりも若年の10代前半で幼年学校に入学した皇族が多数名いる。 一方、次宮昭人親王は、立大使していなかったが、昭和天皇の着難として、皇太子とみなされていたにもかかわらず、父天皇の意向で武漢に任官していない。皇族軍人の制度は、第二次世界大戦での日本の幸福と陸海軍の解体を受けて終焉した。1945年11月30日に、皇族未霊から、上京の 第十七条などが削除されたことで、その法的義務は消滅し、ついで皇族未霊及び王国化規範自体が、日本国憲法施行前日の九百四十七年五月二日付で、他の皇室ともに廃止された。加えて、連合国軍占領下にて、元皇族軍人の多くは、公職追放の対象となり、さらに極東国際軍事裁判では、梨本宮森正夫が、 永久戦犯容疑者として、菅もプリズンに収監されたほか、小松照久公爵が、皇室関係者の中では唯一、BC 級戦犯として、実刑判決を下され、服役した。日本国憲法及び、新皇室戦犯のもと、1947年10月14日に11、三宅51名の親戚公家が行われ、皇族数は大きく減少した。ただしその後も、 皇室への残留の別を問わず、元皇族軍人と同期生らとの交流は続いた。例えば、高松の宮信人新郎の同期生の依頼で、同期菊子がよかれんの若者を痛んで和歌を読み、陸上自衛隊武器学校内にある可否を記号している。なお、女性の入隊、入職が可能になった自衛隊において、皇族男子、女子とも自衛官または自衛隊員として、 国防の任に従事した例はない。2016年に皇居した三笠宮隆人親王は皇族のまま皇居した最後の皇族軍人であった。一方、王皇族は王皇家規範を廃止と日本国憲法施行によりその身分を喪失し、さらにサンフランシスコ平和条約発行により日本国籍から離脱したものとして扱われた。李銀は病に倒れた後、 大韓民国に帰国して、予定を送った。李健は改めて、日本に帰化して、桃山県一を名乗り、その葬儀には三期後輩の三笠宮隆人信王も、参列した。礼式では、それぞれ次のように定められていた。このように、陸海軍いずれも、軍人としてはその感触に応じた礼式に従う、ことが明文化されていた。陸軍、海軍とも、 皇族夫婦官として大意が随行した。1982年に東京陸軍幼年学校の同窓会である東洋会が編纂した東京陸軍幼年学校詩話が無料には皇族、王皇族の同期生に関する逸話が収録されている。東洋17期、18期、19期には連続して皇族が在籍し、当時の修学旅行では行く先々の沿道で、 放迎され、提鎮行列や花火も行われた。26、27、28期にも連続して皇族が在籍したため、頻繁に皇族の大乱を受けた。東を30期には、朝香宮家の高飛行と李公が在籍していた。同期生の階層によれば、二人とも他の同期生と分け隔てなく付き合い、週末に帰省する以外は、学科。 十家、生活名や教官からの指導を含め、他の同期生と同様の待遇を受けていた。李、大焼宛に、幼少からの婚約者牧さん玉から送られた手紙を、同期生が奪い取って読もうとした逸話も残る。この期も、地方では、法芸を受け、同期生もその余計を受けた。戦後も規制会での交流が続いた。東尾27期の規制会。 同法会では会長を親戚降下した武田恒義が副会長を日本に帰化した利権がそれぞれ務めていた。厳しい選抜選考が課せられる陸軍大学校では皇族及び王皇族の枠が存在し入学が優遇された。在学中、秩父宮洋人氏親王のように実際に成績優秀だった者や北白川宮永久王のように陸海軍の優和に 勤めた者もいる。王皇族軍人に関するカテゴリー。ありがとうございます。